メイたち、今日もオラと一緒に今週の投資について反省会をしていくぞ。最高の情報をお届けしてやっから、最後まで耳かっぽじってよく聞いていってくれよな。んじゃあ始めっぞ。今週の日経平均株価は、週の前半の下落を後半の上昇で埋めた形となって、週を通じては横ばいの推移となったな。11月5日に米国の下院で1兆ドル規模のインフラ法案が可決されたこと交換する場面も見られたけどよ。 米国の消費者物価指数 CPI が大幅に上昇したことでインフレの警戒感が高まったことに加えて中国恒大集団のデフォルト債務不履行に対する不安が広がった結果日経平均株価は週末から下落したぞ11日の寄りき直後には一時2万9040.08円まで下げる場面も見られたしこのままコロナバブル崩壊という懸念も頭をよぎったよなでもよ その後は中国の高大集団がデフォルトを回避したっていう報道を受けて買い直されて11月11日の日経平均株価はご営業日ぶりに反発して終わったぞそして11月11日の米国市場ではニューヨークダウが下落する一方で半導体株が買われてナスダックが反発したぞハイテク株の物色の流れが波及したのと オプション SQ に絡んだ売買が買い越しだったから週末の11月12日の日経平均株価は上昇して2万9600円台を回復したぞ最終的には前日比332.11円高の2万9609.97円まで上昇して週前半の下落部分を埋める流れとなったな結局中国の話に振り回されちまったけどよ目の前で大きな暴落はなさそうだぞただ おらは今月末から来月にかけて本格的なでっけえ暴落が来ると思ってんだ。でもよ、その暴落後は凄まじい反発で一気に取り戻しにかかる、いわゆる投資家のマネーゲームになるって考えてるわけよ。おめえたちも月末あたりの急落でビビらずに、しっかりと将来に向けて投資をする覚悟を、今のうちから鍛えておく、修行しておくことをおすすめすっぞ。じゃあ 明日は今週の日経平均株価の予想を公開していくから明日も絶対見てくれよないいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな